シシュトフ・オパリンスキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族、政治家、風刺作家。ポズナイ県知事で、コベルスク、シレムスク、オシェツク、ミエンズイウェンスクの大官でもあった。ポーランド王、スタニスワフ・レシチニスキの非カタジナ・オパリンスカの祖父。ポズナン県知事ピオトル・オパリンスキの息子で、弟のウカシュ・オパリンスキと共に、ポズナンのルブラニスキ大学で、その後国外に留学して、 ルーベン大学、オルレアン大学、パドバ大学で学んだ。共和国に帰国後、シリームスクの大官職を得た頃から政治に積極的に関わるようになった。1632年のブワディスワフ4世の選出議会には、その年の2月に選ばれた大議員として参加した。1637年、父の死後にポズナン県知事の地位を得た。オパリンスキは、 タイトルコ戦争計画を含むブワディスワフ4世の軍事戦略構想の大部分に反対していたが、スウェーデンとの国交正常化を遠ざける海上関税の維持を主張していた。1645年、彼は外交施設としてパリに赴き、国王代理人として、新王ヒル・ド・ビーカ・マリア・ゴンザーガの代理結婚式に参加し、王妃の友をして共和国に帰還した。 1647年、オパリンスキーは弟、昔からシェラクフを買い取って住むことにした。1650年、彼はシェラクフにコメニウスの教育論である教訓主義をカリキュラムに採用した学校をポーランドで初めて開いた。彼はカトリック教徒だったが、教信的なイエスス会を批判して宗教的寛容を支持していた。 彼は作家たちのパトローとなり、自身も、学者で、書物愛好家であった。また、オパリンスキは、ビエル・コポルスカ地方での政治的派遣をめぐり、同地域の総大官を務めるボーグスワフ・レシチニスキとは、ライバル関係にあった。1648年、ヤンニセイ・カジミエシュが国王に選出されると、オパリンスキはこの新王の反対者の側についた。 ブワディスワフ4世の異母帝であるヤン・カジミエシュは、親オーストリア派で、ポーランド文化を侮っていたため、ポーランド貴族の間では全く人望がなかった。このため、ヤン・カジミエシュをイエズスカイよりの頼りない王と見て、スウェーデン王ォあカル10世の方が、ポーランド王にふさわしいと考える貴族は多かった。スウェーデン軍によるポーランド侵攻が起きると、オパリンスキとボグスワフレシチニスキは、 ビエルコ・ポルスカの守備責任者となったが、国王に不満のある両者は、1655年7月25日に、ウィシチェにおいて、ビエルコ・ポルスカで召集されていた、総動員軍と一緒に、スウェーデンウォーカール10世に降伏した。リトアニアのヤヌシュラ・ジビウコなど、多くの県知事が彼らと同様に、スウェーデンに投降した。ただし、オパリンスキの弟ウカシュは、ポーランド王に忠誠を誓い続けた。 ポーランド領のほとんどがスウェーデンに占領されたが、その後スウェーデン人に対する安グラ方位での抵抗運動やディショフツェル盟などが組織されていった。オパリンスキは1655年に45歳で亡くなり、シェラクフにある教会の地下納骨堂の父親の棺の隣に埋葬された。シェラクフの教会に横たわるオパリンスキの亡骸、オパリンスキは クメリニツキーの乱によって、共和国の黄金期が唐突に終焉を迎えた1650年に、政府の改革とポーランドの習慣に対する風刺と警告を出版した。この作品は17世紀を通じて、しばしば増殺された人気のある書き物であった。このユエナリスを模範とした風刺作品の中で、彼は農民に対する迫害や黄金の自由の堕落を非難し、 政治生活の中に顕在化してきた無政府状態を浮き彫りにした。また、魔女の実在を信じる態度を風刺の対象としており、魔女狩りの背後にある動機、原因のいくつかを冷静に見通した、同時大臣の意見としては、極めて珍しいものである。彼はまた自分の経営する学校のために、喜劇や悲劇を執筆したが、それらは現存しない。また、オパリンスキが弟、 床手に送った書簡集も出版されている。ありがとうございます。